60J から救難員2名が同行使用した降下法により降下します。この方法はラペリング降下といい、短い時間に救難員が降下できることが利点です。降下は約30メートルの高さから降下します。ロープが投下されました。引き続いて2名の救難員が降下します。無事降下しました。遭難者の状況を確認し、救出の準備を行います。完了しました。重傷を負った遭難者はストレッチャーという簡易型の担架を使用して救出を行います。遭難者は無事機内に収容されました。機内では引き続き遭難者に対する看護が行われ、直ちに飛行場や病院に運びます。以上をもちまして捜索救助活動の展示は終了します。引き続き UH60J によるホバリング操作の展示をご覧ください。皆様、会場右手をご覧ください。ホバリング展示を行う UH60J が進入いたします。 UH60J の高い機動性能を生かしたヘリコプターならではの動きにご注目ください。
なぜ時は流れ心の中で邪魔なスクレスが我を忘れ足早に散る毎日近くの景色も見えない日々山のリフレッシュそれが大事山の向こうに見えるハッピー笑い方忘れてませんか暗い顔で立ち止まってませんか何かに追われるのありにも確かが迫ってみたりそんなとこは空に向けて深い風とその手で書くわけこの大事にだって感じれば ホバリング展示は以上で終了です。展示を終えた UH60J は会場右手に離脱し、着陸のための準備を行います。1機ずつに分かれた U125A はそのまま会場左手にある主滑走路に着陸します。それでも助けを待つ人がいる限りそしてその人の安心した顔を見るまであらゆる困難を克服し任務を完遂しなければなりません。我々松島救難隊は日夜訓練を重ねいつでも出動できる体制を整えています。以上をもちまして松島救難隊の救難展示飛行を終了いたします。ナレーターは松島救難隊二等空尉佐藤陽子でした。お知らせをいたします。